はい。大阪大学基礎工学部システム科学科機械科学コース大学院は基礎工学研究科機能創生専攻熱流体力学講座の後藤を進むといいます。今日はですね。熱流体の基本的なお話をしたいと思います。タイトルはあのサウナに入って、なぜ火傷しないのかというお話をしたいなというふうに考えています。皆さん、あのサウナに入りますと、温度計が9 0度とか。 まあ,あるいは100度とかさしていて本当にこれ100度もあるんかいなと思うかもしれませんが実際100度の空気に触れてもです、ね、人間やけどしませんこれ何でなのかっていう話をしたいなというふうに思います。で今日関連してです、ね、ここに2つものを持ってきたんですけれども一つはこれ発泡スチロールですでもう一つは金属の棒なんですけれどもこれあの今部屋の温度は大体20度ぐらいですかね。 2 0 °で20度ぐらいで同じ温度なのに皆さんちょっと触ってみた時のことを想像していただいたらわかるんですけども金属の棒の方はヒヤッとした感じがしますがこの発泡スチロールの方はですねなんかあったかい感じがしますとこれ何でなのかなというふうに思うんですけども実はサウナに入ってやけどしないという話とこの金属と発泡スチロールなんか感じ方が違うっていうのは実は同じ話なんですね。今からこれについいいて解説したいと思います はい、それではなぜサ,サウナに入った時にやけどしないのかっていう話をしたいと思います。で今あの先ほどお見せしましたけれども20度の部屋に,20度の部屋にこう金属の棒を置いた場合と金属の棒を置いた場合とあと発泡スチロールの棒っていうかさっきとぐろ巻いてましたけれどもこの発泡スチロールと2つ両方とも20度ぐらいの 温度のはずなのになんで触ったと感じ方が違うううのかという話かい話ら入りましょう20度なんだけれどもこっちが触ってあげるところで冷たく感じるとそれに対して発泡スチロールでは何かあったかく感じますよとこれが何でなのかなという話をします。でこの問題のポイントは何かといいますとポイントはこれ熱の伝わり方なんですね。熱の伝わり方。 で今から説明しますがこの問題とこのタイトルにあるなんでサウナでやけ,しやけどしないのかという問題実は同じです。つまり例えば9 0 °のお湯に入りますとお湯を触ってしまったらこれ必ずやけどすると。だけど9 0 °のサウナに入ってもこれ大丈夫と。これもやっぱり不思議なぜと思いますけれどもこの問題もやっぱりポイントになるのは。 このお湯つまり水ですねサウナ後空気ですけれどもこの熱の伝わり方が違うんだよというところがポイントになりますでこの問題を考える時の初めの一歩は何かというとこれ法則なんですね法則何の法則かといいますとこれ熱の伝わり方の法則ですで熱の伝わり方については、えー、2つのことがありますまず1つ目は 熱というのは必ず温度の高いところから低いところに流れます。これから温度を T という文字で表しますよ。温度が温度 T が高いところから高いところから必ず低いところへ流れていきます。でもう一つの法則はですね。もう一つの法則はこれから Q という文字を使いますが、Q というのは はこれ何かといいますと単位時間これちょっとややこしいのでちゃんと書いておきますが単位時間単位,た単位面積ですね単位面積あたりに面積あたりに流れる熱量のことを熱量のことをこれを、えー、9と書くことにしましょう。 熱量を、Q、と書くことにしましまょうこれがどうやって決まるかというと温度は高いところから低いところへ流れていくんだけれどもこれが比例することの比例することの今度これが温度 t のグラフの傾きに比例しますというのがこれが法則です。法則なので、まあ、そう考えましょうということなんだけれどもこれを使うといろんなことが説明できるんですね。実際さっききののサウナの問題もこれでで解決できます 実際この t のグラフの傾きとは何を意味するかといいますとグラフで書いてみましょう横軸に位置を書きまして縦軸に温度 t を書きましょう。 温度があまり変わってないような場合つまりグラフの傾きがなだらかな場合と温度がものすごく変わっている場合傾きが非常に大きい場合を比べてあげますといずれの場合も温度が高い方から低い方へ熱が流れるので熱はこのグラフで言いますと左から右に流れますね。ところが温度の勾配が温度の傾きが小さい場合にはあんまり流れません球は小さいですところが温度の傾きが大きいとたくさん流れますそういう意味です。で、 これちょっと式の番号をつけましょうこれ1番にしますとこの1番のこの法則2の2ですね t のグラフの傾きに、えー、熱単位時間あたりに流れる熱量が比例しますよというこの比例のこの比例係数のことをこれ大事な量ですね比例係数をこれ k と書きます k と書いてこれ熱伝導率と呼ぶことにしましょう熱伝導率 k と呼ぶことにします。 そうしますと結局1番の式がどうなるかといいますとこれ大事な式ですねイイコール Q イコーールルけるグラフの傾きです傾ききでですすここで注意しないといけないのはこの k っていうのはグラフの傾きこれ比例する時の比例係数ですけどこれは物質によりますつまり例えば金属だったらこの k の値は非常に大きな値だし あるいは空気だとこれは非常にあるいは発泡スチロールだと非常に小さな値をとりますということでこれ物質によって決まるケース比例係数です熱伝導率と呼びますでこの式のことをこれが熱の流れを考える時の一番基本的な式になりますよはいそしたら今の法則を使って先ほどの定 金属の棒を握ったときなぜ冷たく感じるのかっていうのを説明しましょう私がここで金属にここで触れているとしましょうこっ,ち側が、えー、こっち側が手ですね手で、えー、温度はちょっと熱っぽいです37度あるとしましょうで金属側は、えー、こっち側で20度だとしましょう20度であるとしましょう そした時にこの接触面をこれから S と書くことにしますと熱は温度が高いところから低いところへこう流れていくので当然手の側から金属の側にこう流れていくということになります。でここで大事なのはこの手から金属に流れ込む単位時間あたり単位面積あたりの熱量を Q の「手」と書いて。 Q の手と書いて、金属が受け取る単位時間あたり、単位面積あたりの熱流量を Q の金と書くことにしましょう。書くことにしましょう。でついでに温度のグラフも書いておきましょう。温度のグラフも描いてきましょう。横軸に位置を取りまして、縦軸に温度を取ります。この時に手の位置ずっと左側ではこれ37度になっているはずですから、ここは37度です。 同じように金属側はずっと右側に行きますと金属濃度になっているはずですからここは 20° 度になっているはずです。で,で,でポイントは何かというとさっきの法則にのっとって考えないといけないのでこの面上 S で考えましょう。S で考えた時に この Q の手はどうなりますかって言われたら、さっきのやつですね。えー、熱伝導率手の熱伝導率かけることのかけることのグラフの傾きです。グラフの傾きです。これはグラフの傾きという意味ね。えー、手側の傾きと。だからここではま要するにここでの傾きなんで、まあ、こんな風になってるかな。こんな感じの傾きがあります。 ここののののの傾きかかけける K の熱、えー、手手熱伝導率かけてあげたらこの Q の手が求まあ、そういうわけです同じように同じように Q の金属側と言われたらこの問題ですね2番の式から K の金属側の式あ金属側の熱伝導率かけることの今度は金属側のこのグラフの傾きですね傾きですね傾きになりますよということだからここでの傾きをこんなふうになっている。 でこれはグラフあごめんなさい式を34とこう書くってことでしますとこれは3番の式4番の式としましょう。で大事な点はですね大事な点は何かというとエネルギーの保存則ですつまりこの3番と4番というのはこれは同じでないといけませんね。3と4は同じであることに注意しましょう注意しましょうつまり手から金属に渡す単位時間あたり対面積あたりの熱量が9の手の手であったわけですし。 位時間あたり位面積あたりに手から金属が受け取るエネルギーが Q の金だったわけですからこれ2つが同じでなかったらエネルギーどっかに行ってしまうわけでそんなことはありえないというわけでこれは等しいと。で次に注意しなければいけないことはこの K の手と K の金属を比べてあげますとこれ熱伝導係数熱をどれぐらい伝えやすいかっていうのを表す量でしたけれどもこれは当然ながら金属の方がずっと大きいと、まあ、そういうことになります。 そううするとこの式見ましょう上の式見ますとこの前にかかっている係数は金属の方がずっと大きいとところが3点は等しくなければいけないとそれ何が意味するかというと傾きは今度は逆に、えー、手側の方が大きくなければいけない,ないけないよということになります。ということでここから分かることは傾きは傾き手の側の温度の傾きというのは、えー 金属側の傾きに比べて、ずっと大きくなければいけないということがわかります。そうするとグラフに書くとまこんな感じになって、赤い方の傾きがぐっと大きくて、えー、青い方の傾きがずっと小さいというわけで、まグラフとしてはこんな感じになります。そうするとこのグラフを見てもらったら分かる通り、ここでの表面での温度っていうのはこっち側の金属側の温度に近いですね。ここが。 つまりここが t の s ですけれども t の s っていうのは4つって何が言えるかというと金属側の温度に近くなりますよとつまり熱伝導熱伝導率が大きい方の温度に近くなりますよということが分かるだから冷たく感じるんですね冷たく感じるという話ですそうすると結論は結論はこれどうなるかというと4番目で結論は これを覚えておくと便利ですけれども2つの物体が接した時に接した時にこの接触面での温度っていうのは大体 t の熱を伝えやすい側になります熱を伝えやすい側やすい方の物体物質の温度に近づくよということが分かりますでちょっと本を調べましてこの物性値を調べましょう物性値を調べますよ で物性値を調べて、えー、どれぐらい温度が熱を伝えやすいかというのをこれ熱伝導率の単位は、えー、ワットマイメーターケルビンですけれどもこれ値を調べますと金属っていうのは大きいですね中に自由電子がいってますからビュンビュンビュンと熱を伝えやすいとこれ大体いい100のオーダーですそれに対して水はと言われるとこのまま大きい方なんですけれども大体、まあ、いい1のオーダーぐらいになる。 で人の熱伝導率はって言われるとちょっとわからないって気がしますけども人間とていうのはほとんど水できているのでほとんど水と一緒だと考えましょう0.7ぐらいですで空気っていうのはこう抜群に熱伝導が悪いんですね熱っていうのは熱を伝えにくい物質の代表気体ですでオーダーとしては大体0.01ぐらいになるで発泡シチロールというのは皆さん 断熱材として使うことから想像できる通りこれも非常に熱伝導悪いんですけども大体0.05ぐらいものものが多いようですよとそうするとその結果とこの赤色で書いた熱を伝えやすい方の温度に一致しますよということを使いますと先ほどこの人と金属だと金属だと。 これどうなるかっていうと T の表面の温度は伝えやすい側ですから金属側になるだからさっき部屋の温度になってた金属が冷たく感じた逆に人と発泡スチロールだとこれどうなるかというと発泡スチロールだとこうどうなるかというと今度は人間の方が熱を伝えやすいので温度は人間側になりますよだからまあったかく感じるまあるいは自分と同じぐらいの温度に感じるのでまあ、なんとなくあったかく感じるというわけです 同じよううに熱湯問題考えましょう人と熱湯の問題考えますと人と熱湯の問題考えますとこれどうなるかっていうと人と熱湯伝えやすさ大体一緒なので表面の温度はこれはまあちょうど平均になるでしょう。人人人ののの、えー、の温温度度とと熱湯 温度の平均ぐらいになるでしょうそうすると例えば90度のお湯と40度の人だったら平均値は65度ですかなのでやけどしてしまうとこれやけどするそれに対して人とサウナの場合は空気サウナの場合は空気ですからこの場合には t の s はこれどうなるかというと熱伝導しやすい方ですから人と え空気比べてあげたら、全然人の方が熱伝導しやすいわけなので、熱を伝えやすいので、人側の温度になって、人側の温度になって、これ大丈夫と、まそういう話です。で、ここまでがまあ定性的な話で、まあなんかそうかという気がしたかと思うんですけれども、本当にそうなのかっていうのをもうちょっとこの式を使って説明していきましょう。ここからちょっとアドバンストになりますよ。つまり本当なのかと。